だけお伝えすると、僕の事務所はですね、僕のことを童貞売りしたいということで。だから皆さん、ここでもう僕が声を大にして言いますけど、はい、僕は童貞です。僕は童貞です。はっきりとご報告を。そうなんです、うん、そういう大本営発表がありましたので皆さんはこれからね、梅原ゆうアーツビジョン所属の梅原雄一郎は童貞なんだって思って聞いていただけるとありがたいなっていう。あ、そうなのですか。そう、審議はどうあれ、うん、そういうことになっておりますので審議はどうであるの時点で、うん、もう答えは見えてるんですけどものもうその上 で、 そうです、ね、梅原雄一郎は童貞である。僕梅原雄一郎29歳は童貞である、うん、あれじゃまた間もなく。そうなんですよ。あれ30歳を迎える時には魔法が使えるようになる。うわ、待って、じゃあそれまでに卒業しよう、ね、いやあと半年ぐらいですか。ちょっと急に梅原さん童貞卒業に向けてみんなでちょっと応援していくしかないですよ、これは。お前新企画、お前さっきの打ち合わせ聞いてたか。30歳でさあ魔法使いになりました、ドッカーンっていう笑いに持ってくのに、いやそこまでに童貞卒業っていう。いや今事実ね、事実もう童貞じゃないですか、梅原さんは。ですね、そうですね。いいんですか。いや、よくないですね。できれば知りたいですよね、いろいろ。新しい世界知りたいと思います。だったら、見に行こうぜな。いや俺はもう魔導士ですよ。魔導士、魔導士だったら魔導士だったら魔導士だったら